はい。お金持ちになりたい。付き合う人の見直し方はという質問をね、いただいております。ってちょっと読んでいくね。はい。浅木さんいつもチャンスストライブを拝見しています。毎回気づきありがとうございます。質問させてください。浅木さん含め世の中のお金持ちは、人とのご縁を自ら切れる、付き合わない人を決めていると言われますが、はい。私は常に熱く、これまでそうしたことがありません。でも、今はお金持ちになりたいのです。会えば、 ん例えば会えば楽しいし、人として嫌いじゃないから一緒にご飯に行こうと,と、おこと、お友達が今います。 でも、異性としてはタイプではありません。彼はまだ学生で、それでも毎回奢ってくれて嬉しいのですが、私がお金持ちになるために稼がないとと思うと、今後付き合う人を見直す必要がありますよね。つまり彼はもう必要ないのかなと悩んでいます。浅木さんはこんな人とはこういう関係を持たないと決めていますかそれはどんな人たちなんでしょうかまた今まで仲良くしてきた方々とこれ以上付き合わないと決めるときはどんな行動をとりますか人付き合いに関してお話を聞きたいうれしいです。よろしくお願いします。という質問をいただいております。でねこ ちょっとまず最初に言いたいのが、私だって情に熱いですよっていうのはあれだけどあの自分は情に熱いのであの人との声自ら切れたりつき合わない人を決めたりしてないですっていうふうにこの質問者は書いてるんですけど。あの なんかね、お金持ちは常に熱くないとか、そういうなんかネガティブなことを、その思ってしまうと、やっぱりね、あの、お金持ちになりにくい。うん。お金持ちは人に嫌われるとか、お金持ちは人に冷たいとか、お金持ちはなんかわがままとか、そういうネガティブイメージがある、人ってネガティブイメージがあるものをなろうって自ら思えないんで、まずそういうね、あの、お金持ちだって別に常に熱いですよっていうことをまず言いたいと思うんですけど、うんうんうん。 そう。いや、たがきゅんも、いや、それすごいいいと思う、みたいな。すごい素敵な名前だと思う、みたいな感じだったね。はい。うん。ね私、レベチで情熱熱すよね、私ね。<laughs> そうそう、お金持ちは悪い人って思ってる人、やっぱり多くて、お金持ちは悪いことしてるとか思ってて、やっぱりお金持ちになりにくいから、ちょっとそこはね、あの、なんとか、あの、いろんなね、素敵なお金持ちに会うことで、はい、あの、なんだろう、うん。 やってけたらいいんじゃないかと思いますけど、はい。<laughs> そう、うん。あの、まずはね、その辺の思い込みをちょっと変えていこうっていうのがまず一個は目なんだけど、あとは、その、 付き合う人の見直し方はっていう質問なんだけど、私はなんかなんだろう、意識して付き合う人を見直そうみたいな、この人はもう私に必要ないから切ろうとかそういうふうに思ったことは実はないんですよ。でも実はないけど、これ多分お金持ちでそんなこと考えてやってる人ってあんまりないと思っていて、もちろんなんか、 なんだろう会わない。話が合わないなとか思ったら、もうその人と、にあえて連絡しないとかそういうことはあるけど、普通に今までは仲良くしてたけど、もっと稼ぎたいからこの人とはもう縁切ろうとかね、そういうことする人っていないと思うんだよ。<laughs> 本当に、うん。で、だから私はね、うん、この、そう。 そう、悪くないお金持ちがいると知ると変わるっていうか、悪いお金持ちってほとんど、あの、まずいないので、あの、悪いことしてたらお金持ちになれるってみんな思いがちなんだけど、シンプルに悪いことしてたら意外とお金持ちにめちゃめちゃなるの難しいので、それはそうだよね。うん、だって、私がさ、例えば、あの、普通に詐欺してますとかね、<laughs> ね、あの、 普通に、あの、こっちではめちゃめちゃ詐欺をしてますと。例えば詐欺師ですと。うん。こっちで詐欺をして結構お金を稼いでますけど、もう一方で、あさぎ、あの、マインド講座もやっていて、そこは同じいいカリキュラーもやってます。 だとするじゃんお金払わないでしょ、私に。その前の口座がどんなに良くても、この人は悪いことをしてるっていうのを知ってる人に対してみんなお金払うんですかっていう話なんだよね。だから、でもそうじゃなくて、いや、浅木さんは悪いことしてないし、悪いことしてないしっていうか、うん、ね、うん、例えば、まあ、日本に行った時は稼いだお金とかも多少寄付したりとかもしてるし、まあ真当、まっとう、まっとうに生きてるというか、あの、い、ちゃんと、なん、なんていうのあの、偉い、偉い人というか、あの、 そう、悪い人じゃないと思ってるからみんなお金払ってくれるわけじゃん。だからシンプルに悪い、悪いことしてお金を稼ぐって、実はめちゃめちゃ難しいから、あの、本当にね、あの、まっとうなことしないとお金は稼げないと本当に思っといた方がいい。本当にね。はい。うん。 そうでしょハイブランドのお洋服着たいそういうことを読むためになってて最近そうだよ私がねこうやって買ってるからハイブランドもあの新しいコレクションを出せるわけです私だけじゃないけどねあの私そんな全然買ってない方なんだけどドバイとかで行ったらねそのこの前もハイジュエリーショーに行ったけどああいうところで億とか数千万とかポンポン使ってくれるお客さんが固定顧客でね 必ず数、年間数千万、数億買ってくれるお客さんがいるから、あの、成り立ってるわけですよ。うん。だからみんな、みんながね、あの、例えばハイブランドバッグを持てているのは、そのお金持ちの人たちが年間数億、そのハイブランドに払ってくれてるからこそ、デザイナーが新しいコレクションを出せて、それがみんなの手元にも、せいぜい数十万っていう値段で回ってくるわけだよ。<laughs> っていうね。うん。だから本当にお金持ちはね、あの、世の中の役に立ってる。<laughs> っていうのを、 あの、ちょっと、あの、意識してもらってね。そうで、何の話あ、で、でね、だから私は、そのお金持ちになりたいから、この人とはもう会うのやめようとか、そういう失礼と思ったことは基本的にはありません。そうファーストクラス乗ってくれる人がいるから、あの、みんなは安くエコノミーに乗れるわけよ。だからもうちょっとお金持ちに感謝した方がいい、本当に。うん。っていうわけで、あの、 でね、あの、だから自分から、あの、この人とはもう会うのやめようとか、そういうことを私はやったことはない。ただ、あの、自分の生き方を変えると、どんどんその、自分が興味ある話題とか、自分が話す内容とかっていうのはどんどん変わっていくわけ。で、そうすると、ある時、あれなんかこの人と話し合わないな、と。うん。いう人が出てきてしまった時に、その人にはもう別に会わなくていいかな、と。うん。いうことにはなるけど、それはなんか、 なんだだから特に理由もない。例えば好きあってて楽しいのに、やっぱりお金持ちになるためにはこの人と縁を切らなきゃみたいなことは一切やったことがないんだけど、あの、自分の生き方をどんどん変えていった結果、話が合わなくなって自然とお互いに疎遠になった人はいますよっていう感じなんですよ。うん。 だからね、あの、あんまり、その、縁を、この人との付き合いどうしようかって自分で、あの、何もないうちから、つうか特に楽しいうちから考える必要っていうのは一切なくて、そうそうそう、もう無理だなって悟る瞬間とかがね、<laughs> あったりするから、そしたら、あの、離れたらいいと思うけど、うん。そうなる前までは、普通に楽しくね、周りの人と付き合ってたらいいと思うんだよね。と思います。そう、浅木人と話した方がだ。だからなんか、浅木、私は浅木人とかにも、周りの人と縁を切れなんて言ってない。まあ、一応ね、あの、 今までの人間関係自分と決別しましょうみたいな、その講座の教えみたいなのはあるんだけど、でもそれは別に縁を切れと言ってるわけではなくて、その自分一人で自分一人の価値観が変わって話が合わなくなったとしてもしょうがないという覚悟を決めましょうみたいな話を一応ねしてるんだよね。うん そうそうそう。だからなんか縁を切るとかじゃなくて、まあ別に合わなくていいかなと思う相手とは合わなくていいじゃんっていうだけの話なんだよね。うん。そう。で、でもそうすると、まあ特にね、あのうちのアサギス、講座生のアサギストとかだと、アサギストと話してる方が断然は楽しくて気づいたらアサギストばっかと遊んでましたみたいになることはあるけど、でもそれは、あのあくまでも気づいたらそうなってたみたいな感じなん,なんだよね。うん。だから縁を切ろうみたいな感じではなく、うん。だからまずはやっぱり自分の生き方 というかあの、普段。 時間の使い方うん、とかを変えて、興味対象を変えて、で、自然と話が合わなくなったら、それは、まあ、そういうこともあるよねっていう、うん、ちょっと悲しいけど、そういうこともあるよねっていう感じでいいんじゃないかなと、うん、いうふうにね、思います。そうそう。縁を切るのではなくて、価値観が合わなくなることを覚悟して、自分の価値観で生きていくっていうことを覚悟するっていうのがね、あの、いいんじゃないかなというふうに。そうそうそう思います。そう、うん、自然と、自然とそうなっていくから生き方を変えたら、うん、うん、うん。 ね、うん。この人といた方が楽しい、この人といた方が楽しいっていうのをあの選んでいけばいいと思うんだよね。うん。そう。はい。